プロ野球交流戦6試合結果、ロッテ、佐々木朗希が今季初黒星。2022年6月3日、プロ野球は交流戦6試合が行われました。パリーグ、ロッテの佐々木朗希投手が自己最多の5失点で今シーズン初黒星を喫しました。ヤクルト対西武はヤクルトが1対0で勝ちました。ヤクルトは先発した小川投手が、 5回に6年ぶりとなるホームランを打って、この試合唯一の得点を叩き出し、投げては8回をヒット3本、無失点に抑える高騰で3勝目を挙げました。9回を3者連続三振で締めたマクガフ投手が15セーブ目です。セーブは先発の高橋投手が7回1失点と高騰しましたが、3連敗となりました。巨人対ロッテは巨人が10対3で勝ちました。 巨人は2回、増田陸選手のタイムリーツーベースで先制し、3回には岡本和馬選手が16号ツーランを打つなど、5回までに5点をリードしました。2点差に追い上げられた8回は、ヒット6本を集めて5点を奪いました。先発の戸郷投手は7回無失点の好投で、リーグトップに並ぶ6勝目です。 ロッテは先発の佐々木朗希投手が5回を投げてホームランを含むヒット8本を打たれ自己最多の5失点で今シーズン初黒星を喫しました。広島対オリックスはオリックスが4対1で勝ちました。オリックスは1点を追う2回、伏見選手の1号ツーランで逆転し、4回に大田選手のタイムリー、5回にもマッカーシー選手のタイムリーで追加点を挙げました。 先発の田島投手が5回1失点で2勝目を挙げ、オリックスは3連勝で3位に浮上しました。広島は先発の大瀬良投手が5回4失点で3敗目を喫し、打線はヒット11本を打ちましたが、攻めきれませんでした。中日対ソフトバンクは、ソフトバンクが6対0で勝ちました。 ソフトバンクは4回先発した千賀投手の犠牲フライで1点を先制し8回にはデスパイネ選手の1号ツーランなどで4点を追加しました。千賀投手は6回途中をヒット2本無失点でおよそ1ヶ月半ぶりに4勝目を挙げました。中日は先発の大野雄大投手が7回1失点の力投でしたが打線の援護がなく5敗目です。 DNA 対楽天は DNA が7対0で勝ちました。DNA は1回宮崎選手の4号ツーランで先制し、3回には牧選手の14号スリーランでリードを広げました。先発の大貫投手が5回を無失点の好投で4勝目を挙げました。楽天は先発の滝中投手が3回5失点と崩れ、打線も序盤のチャンスを生かせませんでした。 阪神対日本ハムは阪神が9対7で勝ちました。阪神は3回までに6点をリードされましたが、中盤に反撃し、2点差の8回に大戦選手のこの試合、3本目のソロホームランとなる12号と代打山本選手のタイムリーで追いつきました。さらに島田選手の押し出しのフォアボールなどで2点を勝ち越しました。阪神は逆転勝ちで3連勝です。 日本ハムは3人目の堀投手がラ乱調で序盤のリードを守りきれませんでした。プロ野球交流戦6試合結果、ロッテ・佐々木朗希が今季初黒星。2022年6月3日、プロ野球は交流戦6試合が行われました。パリーグ・ロッテの佐々木朗希投手が自己最多の5失点で今シーズン初黒星を喫しました。 ヤクルト対西武は、ヤクルトが1対0で勝ちました。ヤクルトは先発した小川投手が5回に6年ぶりとなるホームランを打って、この試合唯一の得点を叩き出し、投げては8回をヒット3本、無失点に抑える好投で3勝目を挙げました。9回を3者連続三振で締めたマクガフ投手が15セーブ目です。 西武は先発の高橋投手が7回1失点と高騰しましたが3連敗となりました。巨人対ロッテは巨人が10対3で勝ちました。巨人は2回マスダリク選手のタイムリーツーベースで先制し3回には岡本和馬選手が16号ツーランを打つなど5回までに5点をリードしました。2点差に追い上げられた8回はヒット6本を集めて5点を奪いました。 先発の戸郷投手は7回無失点の高騰でリーグトップに並ぶ6勝目です。ロッテは先発の佐々木朗希投手が5回を投げてホームランを含むヒット8本を打たれ自己最多の5失点で今シーズン初黒星を喫しました。広島対オリックスはオリックスが4対1で勝ちました。 オリックスは1点を追う2回、伏見選手の1号ツーランで逆転し、4回に大田選手のタイムリー、5回にもマッカーシー選手のタイムリーで追加点を挙げました。先発の田島投手が5回1失点で2勝目を挙げ、オリックスは3連勝で3位に浮上しました。広島は先発の大瀬良投手が5回4失点で3敗目を喫し、打線はヒット11本を打ちましたが、 攻めきれませんでした。中日対ソフトバンクは、ソフトバンクが6対0で勝ちました。ソフトバンクは4回、先発した千賀投手の犠牲フライで、1点を先制し、8回には、デスパイネ選手の1号ツーランなどで、4点を追加しました。千賀投手は、6回途中をヒット2本、無失点で、およそ1ヶ月半ぶりに4勝目を挙げました。 中日は先発の大野雄大投手が7回1失点の力投でしたが、打線の援護がなく5敗目です。DNA 対楽天は DNA が7対0で勝ちました。DNA は1回宮崎選手の4号スーランで先制し、3回には牧選手の14号スリーランでリードを広げました。先発の大抜き投手が5回を無失点の好投で4勝目を挙げました。 楽天は先発の滝中投手が3回5失点と崩れ、打線も序盤のチャンスを生かせませんでした。阪神対日本ハムは阪神が9対7で勝ちました。阪神は3回までに6点をリードされましたが、中盤に反撃し、2点差の8回に大戦選手のこの試合、3本目のソロホームランとなる12号と代打山本選手のタイムリーで追いつきました。 さらに、島田選手の押し出しのフォアボールなどで2点を勝ち越しました。阪神は逆転勝ちで3連勝です。日本ハムは3人目の堀投手が乱調で序盤のリードを守りきれませんでした。